はい、どうも、寺です。こんにちは。はい、今日ですね、大田区の平和の森公園っていうね、公園に来ております。今日はね、ここでパルクールやっていくんですけど、見てください、この絶景のあのパルクールスポットじゃないですか。もうこのね、あっち池なんですけど、まあこの周り、普通にプレッションとか、まあ、ジャンプ系、練習できます。そんで、実はテラが今まで、アクロバット道場のね、動画で撮影してたのがここなんですよ。ちょうどね、芝生とかもあるんで、アクロバットの練習しやすいです。あと見てもらって分かる通り、めちゃくちゃ公園自体が広いんですよ。なんで、まあ今のさっきのこの池のところと、あとこの芝生のところで、まあちょっと練習しつつ、あとはね、公園散策して、まあスポットないかね、ご紹介してね、はい、やっていこうと思います。それでは早速行きましょう。どうぞ。テラズチャンネル。はい、ここがですね、まあ段差がね、とにかくいっぱいあると。なんでプレシジョン系はね、もう本当ここでいろいろできちゃう感じですね。あとはこの池の近くにも、まあ、こんな感じでね、もうザ・パルクールスポットがね、あるわけですよ。まあプレッション系いけますよね。で、はい、ここら辺もですよね、いい感じの段差多いです。別にそんな高いところからそうぴょんぴょん飛ぶような感じではないんで、はい、まあ最悪ね、こけたりしても手ついたりとかで、意外とね、まあ安全っていう、まあただ地面は硬いんで気をつけましょうねっていう感じのところでございます。お、すごい。よし、ゴール大事ね。見て、待って。で、本当はこうしたいんだね。なるほど。無理無理、怖すぎやろ。これ取って大丈夫系？逆に大丈夫じゃない？だってほら見て、すいません。はい、YouTube 行きかな。え、すごいやつ。なんか見せてください。なんか、すげえ言ったろ。逆上がりの仕方も。逆上がり、講座出してるんです。逆上がりって検索してるわ。出るよね。そう、そうです。チャンネル登録しようぜ。やって、やっといて、やっといて。死ぬとこ。もうパルクールのためにあるこのブロックですよね。この段差ね。ここからそっちへとか行けそう。やべ、合わなかった。あー、来るわ。まあまあいいんじゃない。どうすか、久々のルーサー、うまくできました。よっしゃ。おっ、ダンサー。よし、ウェブスターはね、バッチリですわ。ただ、地面じゃできない。あ、このギリギリさね、苦手だわ。まあまあ、最初は適当に。一段ライズ、難しいんだもん。めちゃめちゃ綺麗ですけどね、技としては。いや、俺の理想と違う。違うんだよ。コークやろうかな。うわ、怖っ。3ヶ月ぶりにコークやるわ。あ、マジっすか。怖い、超怖い。うわ、あ、できてるよね。いや、で、手ついちゃうな。余裕ね。めっちゃ綺麗ですよ。マジ？よかったよかった。3ヶ月ぶりのね、コーク勝ちました。よいしょ。いやね、せっかくこういうね、いい環境があるんで、プロをね、やっていきます。はい、そのままそのまま行こう。
怖かった。はい、というわけで、はい、平和の森公園でね、はい、パルクールしてきました。いやね、ほんとプレシジョン系とかね、やりやすいし、まあ、段差とかもあるんで、いろいろあのフリップとかもね、いろいろできます。なんて言ったってね、この広大なね芝生があるんで、アクロバットとかもできちゃうんで、はい、皆さん大田区の平和の森公園ぜひぜひ来てみてください。それでは今日はこのところで、バイバイ。